恐ろしいですね、2人の天敗系がさっきから。うーん、いやただね、かやもりさんね、きついね。きつい。7巡目リーチやばいち、8巡目リーチやばいちですからね。ですぐなくなっちゃう。そうなんですね。かやもり自身はね、山からなくなったこと自体分かってないんですけど、うん、これを我々と同じく見てる視聴者の方、サポーターのみんなはちょっときついよなっていう感じしますね。そうね、もうかやもりさんの勝ちパターンはリーチの一手でしょうからね。そうなんです。リーチでね、積もる、リーチでローンしていく、上がっていく、とにかくそれがかやもりの持ち味。さあ、トンの2曲、一本馬、岡田のレンちゃん、はい、またしても形はさほど悪いとは言えない、一メンツできた。ただね、はい、繰り返していけば必ず上がりはきますからね。そうですね、はい、この悪いムード、この向かい風をいつ振り払うことができるか。先ほど藤崎さんの話にもありました、フェニックスここまでトップわずかに3回ながらマイナススコアマイナス 124.3 とこらえています、うん、これ4着がとにかく少ないともまた言えるんですよね。そうね、はい、ここまで、4着の数はファイトクラブの1回に次いでの2番目に少ない4回、これはライデンと同じ回数ですね、はい、対してサクラナイツは4着が7回あって、これがワーストの回数なんですが、トップが5回あることで、フェニックスよりも上の順位の第6位ということになっています。フリカザンが8回ですね。あ、ごめんなさい、フリカザン8回がワーストでした、はい、失礼しました。ただね、連帯率がトップ5回に連帯率5割ありますからね。そうですね、フリカザンはね、はい、それでまた一つサクラナイツの上ということですね、うん。さあ、いつになったら私の本手は決まるんだ、はい、そろそろ我慢の限界じゃないですか。そうね、はい、選手ってこういう時きついですね、きついですねって言うと気丈に振る舞うんですよね、うん、いやいや麻雀なんで、いやいやまだ3回なんで4回なんでって言うんですけど、うん、腹の中分かったもんじゃないですからね。岡田ドラ行った。そうね、こういう選択だって腹立ってしょうがないですよね、はい、裏目の連想、はい。まあ、M リーグの開幕からね、はい、結果残してきた選手ですからね。そうですね、まあ、いつかは復活してくれるんでしょうけど、はい、チームの状況を考えてもね、うん、早めに復活してほしいですよね。そうですよね、早森は初年度の、まあ、平均だって今はね、ちょっと個人タイトルなくなる、うわー、即日行った数ピンチ、そのシャンポン待ち、岡田の攻撃が止まらない。うん、かなりこれ両面に変化しやすいシャンポン待ちですけど、バシッといきましたね。そうね、うん、この方が効果が高いと、まあ、ここでリーチいった方が連チャン率は高いですね、それは間違いないですよね、うん、はい、手を自由に相手に組ませなくて済みますからね、ただ上がりまで欲しいってなるとね、はい、シャンポンどちらもくっつき優秀ですからね、待つ方が上がりまでって考えると強いかなって感じはしますけども、岡田は連チャン率を高めつつどこかで積もれたらいいなっていう感じですかね、うん、あとは筋になったりするケースも、はい、まれにあります。まあ親番っていうのもあって、おせおせなんですかね。いや、おせおせですね、こういう時のリーチは怖いんだよな、うん、基本戦いづらいですよね、みんなね、はい。いや、Mリーグを代表する久と大井、そして茅森を向こうに回して、うん、目下絶好調の岡田、ここでも親での先制リーチ、うん、茅森がいいシャンテンですか、はい、そうですね、関連ピンス1万チーソーが2枚ありますか、これであと1枚、そうですね、スーピンはもう茅森のところに2枚入っていてありません。いや、ただすごいよね、リーチ判断が全く手代わりしてないので、してない、他の人の手進められるだけだもんね、リーチしないとね。そうですね。さあ、茅森ここで手が止まる、ローソー行ったぞ、これは球走が通ってて、ウーソーは赤をまたがないっていうだけだ。数走まで行くとシャスさんが手を詰まった時にね、ちょっと危なかったりしますよね。はいはいはい、確かに。あ、もう詰まってますね、これっていうか、これ捨て牌が強すぎる、これ次チーソーになるかもしれませんよ。まあ、イーソーが先なのかな。イーソーが先ですか。あ、でもリャンゾーギリティーチか、これででもイーソー先かな。いや、スーソー取りましたね、うん、パーソーが3枚見え、いや、これチーソー打つかもしれないですよ。イーソー1枚切れ、いや、これチーソーかイーソーですね。
いいそうギリギリ次チーソーしか切りようないもんね。いやもうない。あ、3番は持ってる。3番持ってた。いや綱渡り、綱渡りです。佐々木の綱渡り、これ相当きついですね。3万打って1回はこらえられる。パーソーも現物だ。これででもパーソー4枚見えましたからね。ペンチーソーがないよねと。ペンチーソー、カンチーソーがなくなりましたからね。またローマン通った。いや一時、ちょ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 、いいシャンテン。しかし本当にこれ待ってても1個も両面勝ってないですね。テンパイですか。スッチーピン、9ピン切ると関数ピンのタンヤを、はい、3ピン切るとスッチーピン。まあどちらも切らないがあるね。ローソー切りがありますね。きついはきつい。どちらかという、いやどちらかというと守備派の多いと言っていい。あのスチピン3ピン勝負して通ったところでスチピン手応えないでしょうしね。打点も足りないから。リーチまで、岡田が今王位をじっと見つめてましたね。あんた早く切りなさいよみたいな顔してましたよ。これどうだ、スッチーピンはスーピンがないがチーピン1枚かな。めちゃくちゃ見てますね王位を。いやでも意外な選択でしたね。リーチ行くと思わなかったね。攻めになりましたね。攻めの判断。これチーソーがまだ1枚ある。チーピンがなくなったか。チーピンがなくなった。スッチーピンがゼロ、チーソーが1枚、はい、っていうかヒサとチーソー大丈夫。これパーソーの方になりますよね。パーソー持ってないですよ。パーソー打ったんだ。はい、もう番がないか、はい、龍極、岡田に対して突っかかったのは今度は多いリーチになりましたね。いや知っても岡田さん、ローピンとパーピン見てあの時点では持ってないと見たのかな。ただ岡田さんよくリーチいったよね。全く変わってないもんね。全く変わってないですよ。リーチいってなかったら誰かが自由に手を進めて上がってた可能性もあったかもしれませんね。誰かが上がりになってる可能性高いですね。うん、早森さんの上がりとかもあったかもしれないですよね。なるほど、うん。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。